試合がたくさんあってから、SC とかもあって、本当にチーム力としては、そういった形ができるんだと思うんですけど、本当に真ん中、ここからが大学で頑張っております。チーム逆転勝利もサポーターの皆さんの後押しがあったからこそだと思います。その皆さんにメッセージを最後お願いします。本当に、いつも応援ありがとうございます。負けてる時でも変わらずに熱い声を、声援を聞いているので、それがすごくチームの力になっているので、これからもぜひ熱い応援をよろしくお願いします。今日2ゴール小川航基選手、おめでとうございました。ありがとうございました。